と筋肉だけじゃなくて、うん、モデルさんが来て、まあ、実際に、うん、あのまあ、生きた人間じゃないけど、うん、で、まあ、ポーズ取ってもらって、それもまた観察してみたいな、うん、自己紹介をじゃあ皆さんお願いいたします。はい、はい、私は今博士 2年の横山由紀奈と申します。私はあのずっと学部がまあ彫刻だったんですけど、その時から鳥をよく作っていて、そのここに来てからもずっと鳥の研究をしています。修士ではあの翼の研究をちょっとやりたくて、あの翼の閉じた時と開いた時のなんか形態の変化みたいなのを、やりまして、その時に扱った鳥があのアホウドリっていう大きい鳥で、なんかその研究を主にやりました。はい、今自分の彫刻の作品としては鳥を作っている。あ、でも彫刻作品をすごくメインにやっているというよりは、もうなんか研究メインの方にシフトをして、うん、まあ、あの修士の時はなんか 3DCG で、うん、あのそのアホウドリの動き、うん、翼の動きみたいなのを、うん、あのやったりしました。で最初は、まあ、鳥の彫刻を作っていたのきっかけでこの研究室を目指して、でもよりこう、まあ、鳥の構造とか羽の構造の研究に今没頭中みたいな。あ、そうです、まあ、いずれかまた彫刻を作るかもしれないし。そうですね、はい、ね、作り途中で今乾燥中なんですけど、ひよこですね。これが本剥製っていう剥製で、なんか研究とかにこういうあのただ棒に刺しただけの仮剥製っていうのが使われたりするんですけど、なんかこういうのもちょっと山科鳥類研究所っていうところでバイトさせてもらいながら、なんか作り方学んで、なんか自分のこう制作に生かしたりとか、やっぱりその生きてるのとやっぱこの、まあ、死んでる精神の状態から得られるものもあるので、なんか今後につなげていければと思って制作しております。もし初めから死んでるやつを買ってきて、はい、これが冷凍で売ってるやつ。あ、そうです、どっちも。でこれを中なんかちょっとクリアにして中詰め込んで形を成形してこうなってくる。そうですね、うん、あの翼と足の先と、まあ、頭だけ骨が残ってて、うん、あと肉とかは全部取って、うん、あの中に詰め物をしていくっていう感じです、うんうん、こう毛の処理もなんかするわけ、こうなんか抜け落ちないように。このひよこは結構状態がいいのでそんなにする必要ないんですけど、状態が悪いのはなんか妙盤とかにつけたりして、あの抜けづらいようにするっていう感じですね、うん、はい、まあ鳥ぐらいだったらそんな写しても問題ない写して問題あるよね。私は修士の1年生の今井東子です。はい、今井さん、はい、でも学部は玉美で、うん、あの演劇専攻でした。あの髪の毛、あ、髪の毛です。それで、うん、あの野田秀樹さんとか、うん、あとあの高津幸雄さん、うん、高津さん、はいはい、に主に教えてもらってました、うん、よく知ってます、はい、そうですよ、はい、あの何役者やってた。あ、はい、俳優、うん、主に俳優とあとまあ、作演とか、うん、あと衣装もちょっとやるんですけど、うん、とかをやってます。そういう今井さんが芸大の解剖の研究室にノックしたきっかけは、演劇舞踊だったので、うん、動き始めた。そうなんかやっぱその身体を持ってたんですよ。これロダンの彫刻で、これ使ってます。あ、そう、あなんか例えばこの、うん、おばあさんの役やってくださいみたいな時に、うん、みんなこう腰曲げてみたいなやっちゃうんですけど、うん、でも例えば本当の、うん、例えばお年寄りってこうやって腰が曲がるんじゃなくて、うん、腰が内側に入っていく、うん、あと、うん、この若い頃はこういう楕円形だったこの胸郭がだんだんこう広がって、うん、いや球体になんか近づいていく、うんうん、でそれをこれだと表現できないし、まだ手足とかも綺麗に動くんですけど、うん、だから腰入れて、うん、ここが丸いんだって思うと、うん、歩きづらいし、うん、本当にお年寄りみたいな動きができるっていう、うん、こういうことは、うん、なんか例えば身体表現やる上で、ただイメージだけでやるんじゃなくて、ちゃんと構造的な知識もあって、はい、っていうこと、
うん、あ、消えた、うん、なんか、うん、このロダンの美しかりしオミエルとかもなんか腰入ってるじゃないですか、なんか、うん、そうね、腹周りが丸くなってるね、そう、そうなんですよ、なんか、うん、やっぱこういうことって美術解剖学、美術解剖学は玉美の時にはあった、はいはい、あ、玉美では芸用解剖学っていう名前だった、芸用、はい、さっきの説明する、が授業名は授業であるんだ、あります、で撮ってた、撮ってました、うん、はい、うん、そうですね、うん、結構でより専門的にと、はい、いうことで芸大に、はい、うん、入りました、うん、で今も役者やってる、今もやってます、うん、理論的にというか構造的なことを勉強して役作り、はい、そうですね、うん、演出とか、うん、演出家が例えばこう俳優になんか演出つけるときとかに、うん、なんかすごい体の全部を意識してとか、うん、なんかテンション上げてとか言うんですけど、うんうんうん、なんかそれってなんかこうテンション上げてとか言われてもなんか全員が同じ、うん、なんか分かんないとかあると思うんですけど、うんうん、でもそれってこの大きな筋肉使えみたいな多分ことなんですよね、でもね、なんかこう手動かす時とかに、うん、じゃあ今さんが演出家やるとこう演技指導もこう解剖学的な指導になってやっぱその体の美しさとかの説明とか、うん、なるほどね、まあいろんなね彫刻絵画演劇っていう身体っていう、はい、まあ、それぞれの専門性は違うわけでも、うん、まあみんな解剖学のところで勉強して自分の表現にね生かしていこうという、そうですね、うん、まあ、縦割り横割りみたいなので絵画彫刻みたいなのを縦割りだとしたらこっちは横割りで、まあまあ、人体とか、まあ、体っていうところからなんかまあ美術にアプローチする研究室という感じですね、はい、お名前は、あ、マスコさん、マユと申します、マスコさんは、背景というか助手の前は、あ、うん、ちょうど今年の3月に、うん、あの博士をここの博士を、まあ、修了して今年から助手なんですけど、うん、学部時代はあの油絵を描いてて、うん、で今もずっと油絵を、まあ、描いてるんですけど、うん、なんかあの修士と博士ではあの固形植物をちょっと固形ですね、やってまして、固形植物、はい、ちょっと人体から固形植物と解剖学のつながりはちょっとですね、まあ、ちょっと遠回りなんですけど、まあ、かなり遠回りなの、すいません、学部時代に布施先生の授業を受けて、うん、で私はどっちかというとその学部 の A、 あの解剖学 A よりも最初解剖学 B の方に、まあ、B 的あ、まあ、動物とか、はいはい、あの植物の話もして、うん、自然の話をいろいろしてまして、うんうん、そうですね、まあ、最初その人体が正直その骨と筋肉あまり興味ないみたいな感じで、うん、B を取るために、うん、まあ、A を取ったみたいなタイプの、うん、まあ、学生だったんですよね。そして先生の、まあ、なんだろう、解剖の授業の特色として、うん、割とそういうその人体以外 の、 あの、うん、まあ、自然動物とか植物も含めて、まあ、そういうの全部、まあ、扱うというところがあったので、うん、それでその自分のまあ政策に関わるっていうか結構関係するので、まあ、ここの研究室入ったんですけど、うん、あの卒生でその植物をちょっと扱っていたこともあって、その今まであまり美術解剖学の文脈の中で植物を扱ってる人が、まあ、ほぼほぼいないということで、うん、まあ、それでちょっと植物を、うん、やろうかなと思いまして、うん、でまあ、動物と植物ちょっとまあ根本的に違う生物なので、うん、あのまあ、人体とどう関わるかはちょっと今あのはっきりとは言えないんですけど、もともと私内臓がどっちかというと好きなタイプで、あの内臓が好きなタイプ、あ、そう、そうですね、なんていうかその、ま、人体 の、 その、うん、三木茂的に言うとその動物器官と植物器官の植物器官っていうその、うん、あのなんだろう、自分で動かす筋肉とかじゃなくて、うん、その生きているものが勝手に動いているその内側にある血の器官がま好きだったので、動物っぽくない生物がもともと好きだったというのもあって、うん、なんかまあそれでちょっと植物に行って、でさらにその中であの誰もやってない固形にちょっと行ったっていう感じで、うん、ちょっと脈絡がなくてすみません、うん、あ、僕植物が専門ではないんですけども、まあ、芸大の中で芸大生で植物しっかりなんか科学的に勉強したいって言った時に、まあ、そういう研究室ないんで、まあ、まあそれを受け入れるっていうか、まあここなのかなっていうので、なのでちょっと幅広く植物までも
あと今さっきちらっと言った三木茂雄、学長も学生の時に授業を取られたと思うんですけども、まあ、あの三木先生の伝統っていうか、まあ、やってたことっていうのも、まあ、この研究室の中でなんかちょっと継承していきたいなっていうところもあって、学生が課題でなんかぬいぐるみみたいのを作って、で熊かなんかのぬいぐるみでこう手を入れてひっくり返すと菌になるっていう、要するにかあの動物の体の中に植物があるみたいなのを作ったっていうのを、まあ、その学年が違うので僕の授業の時結構先生が面白そうにこの去年のかなんか課題の提出でこんなのがあったみたいなので、で、まあ、それが今彼女が言ってた植物となんか内臓っていうのが、まあ、深く考えていくとつながるのかなって、それ結構芸術にとってすごく大切 な何かこう、まあ、すごい大きく言うとなんか宇宙のなんかリズムとかそういうのにこうつながってくるものっていうのも、まあ、体の中にあるのかなと。芸大の中にこういう解剖学の研究室があるっていうのはやっぱりとてもやっぱりね、さっき教育の中におけるみたいな話もされてたけども、やっぱり必要だよね。もし、まあ、みんなにとって解剖学がなかったらなんとなくちょっとこうなんだろう、居心地が悪いというか、なんかまあ作品は作るけれどももう一個なんか追求したくなった時に、まあ、ここに来てなんか本当こう根源的なこととかっていうことが語ることができる仲間がいて、まあ、いろいろ刺激を与えてくれる先生がいて、でまた、まあ、いわゆる解剖学の研究者を育成するわけじゃないから、まあ、それぞれのまたね自分の表現に還元することができるっていう、そういう、こう研究室があるっていうのはすごくね豊かな感じはしますよね。まあ、芸大小さな大学ですけど、まあ、余裕があるっていうか、そういうのを、ね、それが抱えておける、ね、森鴎外から始まりという、今日は布施さんの解剖学の研究室にお邪魔しまして、はい、この歴史ある授業 の背景から、そして今の学生たちの研究からちょっとお話を伺いました。はい、布施先生ありがとうございました。ありがとうございました。